清涼山上雲寺は、兵庫県辰野市三戸町室津にある浄土宗の寺院、地恩院の末寺、法年承認礼石の一つ、遊女の元祖とされると木君、また、お夏、聖十郎ゆかりの寺としても知られている。1185年、法年の弟子、新錆が回帰。張馬国の京家の道すがら、室津の長者総川氏の家を受け根留したと伝えられている。元来は、 西方寺と呼ばれていたが、慶長年間に、上雲寺と改称された。1207年、京都より、佐野帰国へ入るされる法年が室津に立ち寄り、遊女、友君へ説法したとされ、以来当時は、法年の遊女教家を伝える霊石となっている。遊女遊君の塚か,かつて西海路の港として、賑わっていた室には、他の港町同様旅人のための遊郭があり、 室の君と呼ばれた遊女の蝶は、容姿、品格、芸儀に抜きんでていたため数々の伝承が残されている。以下に、その一人であった友く君についての伝承を記述する。友く君は本名を、吹きと言い、基礎義仲の第三夫人で、京都では山吹御前と呼ばれていた。その後、義仲の内死にによりハリーマ国へ逃れた彼女は、途中の室津で身ごもっていた子供を死産。 供養のため当地に泊まり遊女となった。遊女、ともくんとなった吹きはことを弾き、踊りを舞い、今世を歌って、船旅の客を接待したが、心付けを受け取ることは、決してなかった。ただし、坊子と義仲の菩提を弔っていることを知った、客人より、花世、先行代として差し出されたお金についてはありがたく、受け取った。そして1207年、 法然が塩町で当地に立ち寄った際、友君くんは小舟を漕ぎ出し、自らの友女としての将来に対する不安を打ち明ける。法然は、罪は決して軽いものではない。早く、他に生きる道を見つけなさい。もしよい案が浮かばないのならば、ひたすら念仏を唱えなさい。阿弥陀如来は罪深いものこそ救ってくださるとの教えを、こう。その説法に感激した彼女は法然より得度を受け、 当時へ出家した。後に斜面となった法然が京都へのキロムロツに立ち寄り友君のことを尋ねると、彼女はその後、一筋に念仏を唱え往生したとのことである。本堂、ありがとうございます。